皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、カエル VR です。今回は甘くてカラフルなお菓子の王国のような世界観の中で様々なミニゲームが楽しめるシュガーメスレッツプレイジョリーバトルをご紹介いたします。対応プラットフォームはメタクエスト2、3プロ、日本語字幕対応で790円、 1GB の容量で2023年5月31日にリリース。無料のデモ版もあり、ピコストアでも販売中。今後 Steam 版、 PSVR2 版も発売予定。この度デモ版を楽しんでいたら開発会社さんからご提供いただきお送りしております。まずはチュートリアル。時計を手につけて体力を確認。ダメージを受けると減っていき、ゲームオーバー。グリップボタンで飴玉みたいなものを取ってクリーム銃に装填。トリガーボタンで撃ちます。体力が減ったら体力ブースターで回復。砂糖だらけの陽気なバトル。ロケットブースターで一層攻撃。一気に倒したぞ。綿飴みたい。ジューシーなキャンディーがほとばしる。シンプル操作で分かりやすい。このシュガーメスはおとぎ話のような扉製本を読み進めるようなシーンが印象的で、日本語字幕対応ですごく読みやすいです。ボードゲームのコマを置いてくようなファミコン世代には懐かしいアーケード VR ゲームみたい。このキャラクターはクッキー？チョコレートかな？ここにガシャンと置いて、あ、回った。本が登場し、パラパラめくれて、おっと、これは飛び出す絵本だ。あー懐かしい、久しぶり。これはシュガー王子のお話。王子は大きな王国を作りたいと夢見ていた。こんな感じでストーリーが展開されていきます。第1章1ステージ目。これはクリーム銃。持ち手の変更もできますね。この弾はキャンディーではなくてクリーム？カプセルに入っている感じかな。当たると弾けると、そしてパーンと広がる。弾の残量も大きくて見やすいです。やってくるお菓子の敵をやっつけろ。それ、わーわーわー、砂糖まみれになりそう。弾がなくなった。装填残り19発。こちら敵を攻撃する以外にも背景の場所を打つと光ったり動いたりと楽しい演出が待っています。時計を見て体力71、回復しておきましょう。っておっと、油断した。やられてるやられてる。でも可愛いキャラクターなので安心感がありますね。やった、クリア。難易度バランスはちょうどいいです。勝つと銃がレベルアップ。ハイスコアを狙ってお金を稼ごう。 C プラスか。ランクを BAS と上げたい。武器の銃は使えば使うほど強力になります。銃は3種類で敵を攻撃するシューターが楽しめ、他にも機械仕掛けのパズルや元気が出るリズムゲーム、ユニークな操作が楽しめるボス戦など魅力がたっぷり詰まった VR ゲームになっていると思います。童心に帰るというか、ファミリー層向けで幅広い世代で楽しめる作品になっているのではないでしょうか。次はステージ2、カーニバル。テーマパークのライド系アトラクションに乗っている気分になれますよ。これ好きな人にはたまらないだろうな。ガチャンとやって前に進んだ。レールに乗って銃で攻撃。ゆっくり進んでいくので敵を狙いやすいです。自然と笑顔になりますね。ゲット。洞窟に入ってきたぞ。 VR よりはしにくいと思いますが、こういったところは少し酔うかな。乗り物に乗っている時はブースターが前にありました。目の前でびっくり。だいぶ慣れてきたぞ。お菓子の家がたくさん。あー、よーし、勝った。銃ももうすぐレベル2、 S ランクだ。お金も増えたぞ。トロッコ動いてる。ガシャンといて回って、で、パラパラ開く。見ているのが楽しい。さあ、次は何だろう。今度は頭を使うパズルだ。アイスクリームをタッチして回して、コーンの正しい位置に乗せると。そういうことか。簡単なようで難しいやつ。たまに適当にやってもクリアできる。やった、A プラス。でも S を取るのが難しそう。どんどん駒を進めて、次はユニークなボス戦かな。これ、弾を的に当てるとテレポート移動。巨大ロボットと戦いますよ。ひとまず攻撃を受けないようにテレポート移動を続けます。で、どうやって倒すんだろう。そうか、あの赤い透明なマークが弱点か。ダメージ与えられている。あれ、敵の体力が回復しているぞ。わかった、あのベルトコンベアに流れている体力ブースターとロケットブースターを回収しないといつになってもやっつけられない。あーっと、これはだんだん焦ってきた。体力ブースターを回収回収、敵をやっつけろ。ロケットブースターも回収しておかないと大きな攻撃を受けてしまいます。よーし、敵の体力も 80% から 70%、 60% に減ってきた。体力ブースターゲット。そうか、ベルトコンベア止められるんですね。安心してるのもつかの間。あー、やめて、負けちゃう。何してるんだろう。あともう少しだ。よーし、いいぞ。やった、これ達成感すごい。お金が貯まったので銃の購入ができる。ブレンダー銃。ブレンダーって潰したり混ぜるやつかな。あ、アーケードゲームも解放された。懐かしいな。撃ってぴょんぴょんジャンプしたり、そのまま進んでやっつけた。
あれ、スコア上がってないぞ。キャンディーをたくさん集めていくってことか。さーて次はビッグプランズ。これは音楽リズムゲームだ。この曲いいぞ。ドゥンドゥンホッドゥン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 。体が動く。はい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 。ドゥンダッダンテンテンテン。B プラスどんどん行くぞ。ブレンダー銃で攻撃。フルーツを絞って溜めて。両手持ちだ。連続で弾が出てくるやつ。ちょっと時間差あるかな。片手だけだとブレてしまいます。右から左から下から上からとあらゆる方向から飛んでくる。マーブル、クッキー、チョコレート、キャンディー、なんだろう。アイスクリーム、ケーキが食べたくなってきた。なんとかクリア C か。次はロープランナー、またライド系だ。今度は高い位置からスタート。ジェットコースターっぽいぞ。ちょっとドキドキ。え？撃て撃て、もう少し。うわはほーい。そこまで怖くなかった。このぐらいがちょうどいいかも。アップダウンしすぎると酔ってしまうと思います。あーまずい、心臓がバクバク言ってきた。画面表示も周辺が赤くなっています。あと数回攻撃されたらゲームオーバー。最初からやり直しです。なんとか持ちこたえたい。雪が降ってきました。とてもいい雰囲気。やった勝ったぞ。レベル2になった。強い攻撃ができる C か。次は謎めいた洞窟のパズル。卵と砂糖とミルク、順番が関係ある。パンケーキの材料かな。あ、クリアしたぞ。次は何だろう。難しくなったリズムゲーム。4種類のフルーツと爆弾が登場。爆弾は叩いちゃダメ。トロピカル風、オレンジ、キウイ、バナナ。右のは何だろう。いちご、スイカ、パッションフルーツ、何だろう。この曲も好き。何気に S ランク目指すの難しいです。 C プラスか。もう少し行きたかった。そして本当のボス戦、ブレイブ。勇気を持って戦おう。強力なロボットが登場か。盾とピコピコハンマー持ってる。弱点を攻撃、硬いぞ。あー盾ちょっとどうするの。ひとまずこのロケットをやっつけろ。後ろでも機械が動いてる。あの右の赤マークを打てば体力ブースターが出てきた。左の方にも何かある。でもよそ見してるとやられちゃう。忙しい忙しいぞ。よーし、効いてる効いてる。でまたどうやって倒すんだ。正面打ってもダメでしょ。ここかな。あの光ってるところか。で消えちゃった。もう一度弱点を攻撃して、また光り出したのであそこを撃てばいいのかな。このように左右トロッコを操作できます。今だ。撃て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 。あー間に合わなかった。焦る焦るな。落ち着け。よーし今だ。早く早く、右右右、早く行って撃て。早く撃て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 。早く撃て撃て撃て。あーよーし行った。磁石で腕がひっついた。あれ体力 100% になってる。待って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 、ちょっと激しい激しい激しい。あー負けた。いいところまで行ってたのにな。やり直しか。 F ランクリトライ。このように何度もチャレンジしたくなりますね。難易度は低めの方かと思いますが、ちょうどいいバランスです。カラフルな世界観を体験したい方にはおすすめな VR ゲームです。今見てきた第1章は10個のレベル。今後の大型のアップデートで第2章となる新しいレベルが10個追加予定。だんだん難しくなっていくようです。これはやりごたえがありそうですね。さらにはマルチモードや銃の追加も予定されているそうです。ほらマップが増えてる。繰り返しお金を貯めて3つ目の銃を購入することができました。これはトースター銃。板チョコじゃないか。モナカ、ワッフル、いやチョコレートを溶かした三段銃かな。広く広がる。同じように片手だと手がぶれてしまいます。両手持ち必須ですね。ちょっと癖があるかな。使いこなしたい。こちらの画面は PCVR 専用 Steam デモ版です。今なら無料でダウンロードできます。最初の2ステージを体験か。製品版の発売も予告されています。画質が綺麗になって表現力アップ。またプレイステーション VR2 版も発売予定で振動表現にも期待。ほら背景が光ってる。いかがでしたでしょうか。手軽にサクッと遊べて好印象。今後のアップデートにも期待できそうです。いけ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 。今回の動画が参考になりましたら高評価ボタンを押していただけると励みになります。このチャンネルではメタクエストを中心としたバーチャルリアリティ体験を実況交えながらご紹介しています。 VR に興味がある方はぜひチャンネル登録していってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。